はい、おはようございます。最近これ買って筋膜リリースができるマッサージガンなんですけど、まあ、ピンポイントでこれほぐせるんで買いました。持ってきます。めっちゃいいこれ。なんか結構 Amazon とかで見てたら安いのもあるんで全然お手頃だと思います。はい、ちょっと待ってな。これがな、これでええやん。取った。プロテイン飲みますか。これ使っていきます。これめっちゃ落ちます。ABC マートに売ってます。これスニーカー用なんですけど、これまあスパイクも全然これでいけるんで、あとこれと激落ちくんといらない布雑巾、これをね使っていきたいと思います。見てください、この散らかりを。今からこれをねしっかりとこの中に入れていきたいと思います。これ大変やぞ、これマジで。頑張ろう。まあ基本的にはそんなに必要なものないんですけど、まあ、やっぱり私服とスパイク、まあちょっと日用品も軽く持っていこうかなと思ってて、初めなんで、まあ、また買う用品をしっかりと整理して、まあ、絶対こっち忘れたらダメなんでね、そっち先準備していきたいと思います。じゃあ行きます。いや、いるあったかさがな、微妙なんだよな。でもずっと年中あったかいらしいんで、そんなに気候の変動ないからかさばるもん持っていかなくていいんで、だいぶ楽です。ちょっと寒い地域だったらいろいろ持っていかないといけないけど、それがないから頑張ったら収まるでしょ。うわ、明日何着てこう。うわ、緊張するな。いろいろね、 YouTube の方もしっかりと頑張っていきたいと思ってます。まあ、これから SNS は本当にやっぱり今も大事ですけど、もっと人に集まる時代が来ると思うんで、こうやってまあ YouTube の発信も一つですけど、まあいろいろ工夫しながら頑張りたいとは思ってます。まあ、本当に YouTube やっててよかったことはいっぱいありますし、動画編集もやってたんで動画作成とかもできましたし、プレイ集とかね、まあ、そういうのも本当にポジティブに捉えてやった方がいいですよね。自分がやりたいことをしっかりと発信してやることにはすごい意味あることだなとは思ってるんで、まあ、僕自身、まあ、こういうのを通して、まあ、自分のサッカー選手としての、まあ、目標だったり、まあ、人間として一人の人間としての
目標っていうところから逆算して、まあ、YouTube で発信もしてるし、まあ、いろんな人に影響を与えれるような人間になりたいなって考えてるんで、まあ、そういうのも含めてしっかりとね発信していけたらいいなっていうふうには思ってます。こんなこと喋ってる日もあったら早くやれよって話なんだよマジで。終わんねえよマジでこれ。はい、ある程度片付けれたんで一旦外出てきます。足らないもん買ってきます。まあまあ入りそうやな、いけるな多分。行ってきます。まあ今から足らないものをちょっと買いに行きたいんですけど、その後に親へのプレゼントじゃないんですけど、まあお花をね買おうかなと思ってて、でまあこの期間もそうですし、まあ今までもそうですけど、まあ、一番、まあ、自分の意見を尊重して育ててくれて、まあ、自分のやりたいことをやらせてもらってたんで、まあ、当たり前じゃないんでそういうのは本当に、まあ、本当に感謝してるんで、まあ、あんまり大きな買い物はできないんですけど、今日はお花をね買いに行きたいと思います。でもあれやっといてよかったわ。俺は俺も大阪行く前にあげとってよでも体重減ったけどあれで減るだろ。あれ俺昨日1キロぐらい減ってたもん体重。俺体重めっちゃ減った。俺めっちゃ減るよ。俺昨日2キロ減っとったいやでもきついもん。しかも昼飯もそんな食ってないからさ、めっちゃじゃあねバイバイ。いいですね。こんな感じで。はい。あ、めっちゃいいです。はい。こんぐらいの2つ。はい。それを2つお願いします。2つ買ったんで、おじいちゃんおばあちゃんと両親どっちにもあげたいと思います。めっちゃ綺麗やな。いい感じっすね。プロテイン買いました。国産で DNS にしました。ちょっと気になる。よいしょ。よし。やっと全部買った。まずデポで、DNS のプロテイン買いました。はい。抹茶とカフェオレで、美味しいんで、チューブ100均でチューブと、あとまあメモとあのサッカーノートのやつ、100均のやつめっちゃいいんでこれを買いました。買い足しましたね。最後家族でご飯食べるんで行ってきたいと思います。ゆえたわ、頑張ってください。ういはい、乾杯。うい乾杯。入れたよ入った入ったうい久しぶりって感じでやっぱお前がいつも入れたしたなら困るわ。久しぶりや。久しぶり。こんな中井と申しますそれ言っていいよ。あかんわ友達が来たんで。おい久しぶり笑われたんだよ。久しぶり。いくも渡さなあかんもあると思う。ないお金。いや、はじめまして私中井ひろとと申します。サラリーマンやっております。よろしくお願いします。我々も10年後に有名になってから連絡してもらったらええと思うんで、
この臭いな。あの、個人スポンサー。あ、そう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 。うん、はい、うどんぐらいでいつもごちそうするんで。ありがとうございます。じゃあ、また。はい、はい、なんか。ありがとうございます。だいぶ綺麗になった。だいぶ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 。だいぶいい感じ。なんか、何がいいやろな、マジで。難しいな。はい、お疲れ様です。いよいよ明日出発です。まあ、あの友達に会ったりして改めてあもう出発かなっていう感じなんですけど、荷造りが長い。荷造りが長いです。とりあえず荷造り長いんですけど、まあある程度できたんで1時52分です。1時52分なんですけど。全然寝れなくて、結構友達からとかは不安じゃないのとか言われるんですけど、まあ、自分自身はもう楽しみしかなくて、まあ不安がないことはないんですけど、今なんか全然不安のことを考えることが今、全くないです、ね、はい、これがもう出発する前日の、僕の心情です。楽しみしかなくて、まあ、こっちでは絶対経験できないこともできると思うし、まあ、ただ経験だけでは終わらせたくなくて、まあ、ステップアップのための大事な一歩だと思ってるんで、今日引き締めて、まあ、本当に何が起きてもポジティブに捉えられる自信があるんで、明日やっと出発するんですけど、もうね、大きい夢しかないんで、もうそれを叶えるために行くんで、ぜひこれからも見ててください。岡崎選手はあれが入ってるんですけど、ここを目指さないと、まあ、選手として終わると思うんで、まずここを目標として頑張りたいと思います。